はい、えー、どうもお疲れ様でございます。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、舞姫大学というよりもね、私の場合は舞姫高校ぐらいにしときましょうかね <laughs>。ということでね、タイトルをちょっと変更して今日からお届けしたいと思いますけども、舞姫高校。まあ、舞姫女子校ぐらいにしときましょうか。舞姫さんが女性ですからね。まあ、その中でも、まあ、舞姫、えー、高校、女子校を司る 校長先生という立ち位置でお話ししていこうと思います。まあ、あの、期待して見てくださった方すいません。ただ私みたいなね、おじさんが喋るだけでございます。で、今回のテーマなんですけども、企業家マインドとサラリーマンマインド。この違いについて、まずね、私の考えをお話ししていこうと思います。なんだろう。う変な声が聞こえましたね。すいません。はい、それで何が言いたいかというと、企業家マインドっていうのは、誰かの問題解決をすることだと思うんですよね。 じゃあ、サラリーマンマインドはっていうと、自分の問題解決することなんですよ。どういうことかっていうとね、サラリーマンっていうのは、自分のノルマとか、会社が設定した目標に向かって、その問題解決をするために従事するんですよ。だから自分の出世のためとか、自分の給料とか、それから自分の立場をね、上げるために、会社内での立場を上げるために、やるわけなんですよ。すべての企業活動ね。となると、自分のためなんですよね。自分のためという、 言ってみれば小さいフェーズのためにやるんですよ。自分の問題解決のためにただあのうっすらと感じてらっしゃるのはそれが誰かのためになる顧客のためになる会社のためになるっていう意識を持ってることもよく分かってますただ企業家マインドってどういうことかっていうともちろん自分分が食っていくためにやるるう部分もあるんですよ。だけども世の中を広く見据えてどんな商品が今必要とされてるのか 誰の問題解決をするべきなのかってことを考えるところが出発点なんで、誰かから課題を与えられるわけではないんですよね。何かノルマが降ってくるわけでもないですし、上司から何か指示があるわけでもないんですよ。すべて自分でリサーチをすることなんですよね。そうすると、あ、40代、50代の人が恋愛や結婚に悩んでるなと思えば、恋愛や結婚に対しての問題解決という商品を作るために働いていく。そして、 困っっった人がどここにににいるるかをを探しに行く、く集客をすすてことになってとなんですよね。だから自発的なんですよ。会社員ってのはどちらかというと自発的な部分もなくはないんですけどもどちらかというと会社員の佐賀からか組織の理屈で動かないといけない部分があるでしょう。だからここが大きな違いじゃないかなと思うんですけどもね。はい。皆さんどのようにお感じでしょうか。じゃあ今回はそんなところでございます。お疲れ様です。